こんにちは、カーダメンテラボキネです。今日はスマホなどをよく使っている子どもたちに、首や肩のストレッチをやっていきたいと思います。YouTube を見たり、ゲームをやったり、そんな子たちの姿勢を見ていると、こう背中が丸くなって、姿勢を落として、こんな状態で見ていることが多いと思います。肩が前に来て、首も下がってしまっている、こんな状態だと、とても疲れが出てしまうと思います。それをリフレッシュするストレッチをやっていきたいと思います。まず肩が前になっているので、こう肩をね、まず後ろ側に、こっち側ではなくて、肩を前から後ろ側にこういうのを回す、こういうことをやってください。横から見るとですね、胸を張っていくようにですね、こういうことをやっていきます。そして次に後ろに組んで胸をこう張ります。横から見るとこういう形ですね。肩がこっち側に来ているのを反対側に伸ばしてあげます。そうするとこちら側が伸ばされていい状況になっていきます。首ですね。首がやっぱりこういう風になっているとあまり良くないですので、まず右側を伸ばす場合には肩を少し下げ、右肩を下げながら左の頭を下方向にやっていく。そうするとここが伸びていきます。反対もやっていきます。こちら落として、ここにこうついてっちゃうと伸びないので、こっち側の肩でしっかり伸ばそうとしてあげるとよく伸びていきます。続いてこの首の少し真横ではなくてちょっと後ろ側ですね、ここを伸ばすには斜め前方向ですね。この時もやっぱり肩は下方向に、そうすると引き伸ばされる形で伸びていきます。で反対側もやっていきます。斜め前方向ですね。続いて後ろですね、頭を後ろで抱えて前、姿勢がこう丸くなっちゃうと伸びないので、なるべく姿勢は正しい状態から首だけを伸ばしていきます。そしてここを伸ばすときに、ただ単純にこう上をやるよりも、この鎖骨のところに自分で手をこう合わせて、ここをしっかり押さえてあげた状態から上を向いてあげると、ここがすごく伸ばされていきます。そうすると左右、少し斜め後ろ、真後ろ、そして前面と首全体が伸ばすことができると思います。うちに来てくれている子たちを見ていても、競技以外の時間に携帯電話やスマホ、そういうのを見ている時間が長いことが多いと思います。そのまま寝てしまうと、その疲れが残ったまま、翌日に持ち越してしまうと思いますので、ぜひ、見ることをやめるということはなかなかできないと思いますけど、見た後に、今のようなストレッチをやって、次の日にリフレッシュした体でスタートを切れるようにやってみてください。それでは。